選手の皆さんのところにも言葉を伝えられたんではないかと思います。どんなことを伝えてここにお越しいただきました？やっぱりまあ、台風の影響で難しいスケジュールになって、まあ、よくやってくれたというのと、やっぱりメンバーに入れない選手を含めて全員で勝てたというのは共有できましたし、まあ、これに終わらずまだ9試合残っているのでそこに向かおうという話はしました。今日90分振り返って試合内容というのはいかがでしたか？そうですね、とっさのやっぱり圧が強くて、ボールを動かすところもやっぱり上手だなというところがやっぱり前半難しかったのはあるんですけど、まあ、我慢しながらではあるんですけど、まあ、先に1点取れたというのはすごく大きかったですし、まあ、失点ところは、まあ、当事者では謝ってましたけど、大きな課題で残ったので、本当に翔がよく決めてくれたと思いますし、まあ、全員で本当にもぎ取れた勝利だと思うので、まあ、勝てたことが一番本当に良かったです。その決勝点を挙げた福田選手ですけれども、前半ご覧になってて少しこう元気がないなとも感じた、こう活力を与えられればゴールを絶対決めたいんだ、そんな気持ちを語ってくださってたんですけれども、監督のご指示としてはどんなものがあったんでしょうか？もうその通りですし、そこを求めてましたし、まあ、前半の秋田は悪いとかそういうことではなくて、変化として受ける時間も多かったですし、そこにパワーを使いたいというのがあって、まあ、本当にシュートは素晴らしかったと思いますし、それ以外の守備のところでも、まあ、ショーの持っているものが表現できた、そういう試合になったと思うので、今後も続けてほしいなと思います。先ほどこう出られない選手がいるという言葉がありましたけれども、まあ、そういった点から言うとこう新戦力のデビュー、それから久しぶりの登場の選手もいました。このあたりっていうのは今後に向けて、残り9試合に向けてというところではいかがでしょうか？まあ、選手に伝えましたけど、やっぱ競争がないと簡単ではないと思いますし、まあ、若手も含めながら成長している選手を、まあ、競争させてしながら、させながらというかしながら全員でやっていかないといけないと思いますし、ここでこうスーパーな違いを見せれる選手がいるわけではないので、まあ、組織としてそのピースとして、まあ、やっていければなと思いますし、メンバー入らなかった選手、残ってる選手含めて、まあ、継続してやりたいなと思います。はい、ありがとうございました。